ボーダーラインは NHK 大阪放送局の制作により NHK 総合テレビ土曜ドラマ枠で2014年10月4日から11月1日まで毎週土曜日21時22時に放送された日本のテレビドラマ全5回主演は小池徹平火災や事故などでの人命救助の舞台で生死に関わるボーダーラインに立って働く 消防士の活躍を描いた作品である。それまでは、やる気のない人間だった一人の青年が、公務員だからという理由で消防に応募し、大阪市消防局に就職する。消防の最前線での活動を通しての自らの成長、さらに、阪神、淡路大震災の被災を経験した、女性救急救命士や、一度事故で部下を亡くした後、 再び活動を再開しようとする消火隊、小隊長など、消防署の様々な人間模様も描かれる。消火隊救急隊救助隊その他所員キャスト名誉この表記は、出演会。ドラマでも救助隊が使用する安倍の消防署の4型、救助工作者主演の小池鉄平をはじめとする、キャストたちは、撮影が始まる4月から3日間にわたって、 東大阪市の大阪市消防局コード専門教育訓練センターで訓練に参加。その後4月13日にクランクインし、大阪市消防局全面協力のもとで約3ヶ月間かけて安倍の消防署など大阪市内各地で撮影を行った。高所からロープで降りるシーンや日焼けぶりに巻かれるシーンはほぼノースタントである。大阪が舞台に選ばれたのは 都市と下町という両方の部分を合わせ持っている。ところが、現在の日本の縮図を表していると考えられたため。また、主要キャストも関西に、ゆかりのある人物が選ばれている。ありがとうございます。